アメリカ周辺、同時に5つの雲の渦。ハリケーン、サリーは大陸上陸へ。日本列島への台風も警戒が必要。アメリカ周辺の大西洋とメキシコ湾、太平洋で5つの雲の塊が見られます。これらはトロピカル、ストーム、発達した熱帯低気圧、で、そのうち2つはさらに発達したハリケーンとなっています。ハリケーン、サリーは今後アメリカ南部に上陸する予想です。サリーはハリケーンの中では一番ランクが下のカテゴリー1となっています。上陸後はさらに勢力を弱めて、ハリケーンからトロピカル、ストームになる見込みですが、動きが遅いため暴風や雨が長く続き、大雨の恐れがあります。ハリケーン、ポーレットは14日にカリブ海のバミューダに上陸した後大西洋を進んでいて、他のトロピカル、ストームも今後アメリカ大陸に近づくことはない予想です。ウェザーニュース記事より抜粋。台風2020年は強敵。海面水温上昇で勢力増す。秋に入ると台風の襲来が増えるが、今年は特に警戒が必要な状況にある。日本の南海域の一部で海面水温が平年より高くなっており、ここを通過する台風は勢力を増す可能性があるからだ。気象庁によると、海面水温が高い状態は10月上旬まで続く見込み。避難場所の確保に加え、農作物や施設の被害防止などの備えが欠かせない。日本の南海域の海面水温は、8月の時点で関東の南東方沖、四国から東海沖にかけて、沖縄の東側山海域で過去最高を記録した。太平洋高気圧が日本側に張り出し、太平洋側の海域が暖かい空気に覆われたためだ。こうした状況は少なくとも10月上旬まで続き、台風発生時に勢力が増す環境が整う可能性がある。気象庁によると、14日時点の関東の南東方沖の海面水温は 29.3 度、四国から東海沖にかけては 27.8 度。今後、10月上旬までの間、両海域とも海面水温は平年を上回る高さになると見込む。高気圧が強く張り出す状態が続くことに加え、北からの寒気の流入が弱いことを要因に挙げる。日本農業新聞記事より抜粋。最近気温が下がり、過ごしやすい日々が続いていますが、海水温自体は依然高いという現状のようですね。太平洋の反対側でも異常な高温を記録していたり、山火事という大変な状況が続いております。温室効果ガスの増加により気温が上昇傾向にある中、海水温度が上昇し大型台風の発生や極端な気温上昇が発生しているのは、当然と言えます。我々人類が放出する温室効果ガスを削減する努力を様々な方面で実施することが、急務と言えるでしょう。高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が、EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を、共存、共生させることに成功し、他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに、生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野ですが、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。
もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化、汚泥の処理、浄化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。